1724年の初演時のリブレット、タメルラーの HWV18 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1724年に作曲したイタリア語のオペラセリア。ティムールとオスマン帝国のバヤジと一世が戦った、アンカラの戦いを背景とする作品である。ハッピーエンドで終わることがほとんど義務であった、バロックオペラの中にあって、本作はかなり悲劇的な内容になっている。 登場人物の死が舞台上で描かれるのも異例である。この時期、オペラ作家としてのヘンデルの創作活動は充実しており、エジプトのジュリアス・シーザー、本作、ロデリンダの3作を約1年の間に次々と発表している。ティムールの捕虜になった、バヤジと一世。スタニスワフ・フレボフスキが台本は、ニコラ・プラドン、タメルランを原作として、 アゴスティのピオベーネが書いた台本をニコラ・フランチェスコ・ハイムが改作したものである。ピオベーネの台本は1711年にフランチェスコ・ガスパリーニの作曲したオペラがベネツィアで上演されているほか多数の作品のもとになっている。自筆譜に記された日付によるとタメルラーノは1724年7月3日に作曲を開始し、 わずか20日後の7月23日に完成している。しかし、バヤゼット役のために新しくテノール歌手、フランチェスコ・ボロジーニが雇われたため、ヘンデルは、ボロジーニに合わせて、曲の多くを改訂しなければならなくなった。カストラート前世の当時のオペラセリアにあって、テノールが英雄の役を歌うのは異例だった。オペラは1724年10月31日に、 ロンドンのヘイマーケット国王劇場で初演された。秋のシーズン中に9回、1725年5月にも3回、上演された。1725年には、ハンブルクでもレチタティーボ部分をドイツ語に翻訳して、公演された。音楽は、当時の提携であったレチタティーボとアリアの枠組みを使用しているが、重要な場面では技巧を尽くしたアリオーゾが出現したり、 レチタティーボ石膏途中で突然アッコンパニアートに変化させることによって劇的な効果を上げている。最後はこれも当時の提携であった全員の合唱による大断炎に終わるが、その音楽は非常に暗い。バヤゼットの歌うアリアのうち2曲はヘンデルの旧作であるオラトリを復活及びブロッケスジュ南曲から転用されており宗教曲的な響きを持つ。 コルネットに、リコーダーに、フルートに、オーボエに、ファーゴット、弦、通奏低音。初演では、バヤゼットを、ボロジーに、ヒロインのアステリアを、フランチェスカ・クッツォに、アンドロニコカストラートのセネジーノが演じた。タイトルロールのタメルラーノは、カストラートのアンドレア・パチーニが演じた。オスマン皇帝バヤゼットは、タメルラーノに敗れてその捕虜になっている。 ギリシアの王子アンドロニコは最初、バヤゼットの元にあったが、現在は、タメルラーノに侵入している。アンドロニコはバヤゼットの娘のアステリアと愛し合っていたが、タメルラーノは、アステリアに一目ぼれし、婚約者である、トレビゾンド王女のイレーネを、アンドロニコに回して、自分がアステリアと結婚しようとする。そのことを聞いたアステリアは、アンドロニコが出世のために自分を利用したと考えて、 嘆く。バヤンゼットは、タメルラーノと、娘との結婚を認めない。異例でもタメルラーノの心変わりに行き通るが、アンドロニコの策略で従者に変装し、この愛を見計らって、正体を表すことにする。アステリアは、タメルラーノとの結婚を承諾し、タメルラーノは、本人の承諾があるならば、父親が認める必要はないと考える。アンドロニコは、 アステリアを止めようとするが、アステリアは、アンドロニコの懇願を振り切る。レオーネがイレーネを従者として、タメルラーノに紹介する。バヤンゼットは、オスマンの神聖な地がタルタルと混じってはならないと、主張して、タメルラーノを侮辱し、アステリアを感動する。アステリアは、玉座から降り、結婚は、実は、タメルラーノに近づいて暗殺するための策略だった、ことを明かす。 タメルラーノは起こり、アステリアとバヤゼットを極につなぐように命令して去る。アステリアは、自分が不実だったかどうかを尋ねる。バヤゼット、アンドロニコ、イレーネはそれぞれアステリアの態度が立派であったことを、証言する歌を歌う。アステリアは、自分は、暗殺には失敗したが、タメルラーノの心を傷つけることはできたと歌う。バヤゼットはアステリアに毒を渡し、 恥ずかしめられそうになったら、飲むように言う。タメルラーノは、まだアステリアのことを思い切れず、アンドロニコに取りなしを頼むが、アンドロニコは、自分がアステリアの恋人であることを明かして拒絶する。怒ったタメルラーノが去った後、アンドロニコとアステリアは二重唱を歌う。タメルラーノは、アステリアを奴隷に落とし、バヤゼットの見ている前で自分に水を持ってくるように、命令する。 アステリアは密かに水に毒を入れるが、それを見ていたイレーネが正体を明かして妨害したために、失敗する。アステリアは、水から水を飲んで、死のうとするが、アンドロニコに止められる。バヤゼットは激しい怒りのアリアを歌う。イレーネは、過去のしがらみを水に流すように、タメルラーノに進める。レオーネがタメルラーノの元に現れ、バヤゼットが情報を申し出たと報告する。 タメルラーノはバヤゼットを呼び出すが、そこに現れたバヤゼットはすでに毒を飲んでおり、複雑なレチタティーボとアリオーゾを歌う。還元楽の音が次第に少なくなり、バヤゼットが死んだことを表す。アステリアとアンドロニコも後を追って自殺しようとするが、バヤゼットの様子に心を打たれたタメルラーノは、アンドロニコに、アステリアと結婚して、ビサンティウムで即位することを認める。タメルラーノはイレーネにも謝罪し、 全員の合唱で劇を終える。ありがとうございます。